おはようございます。おはようございます。起立。気をつけ。レイ。お願いします。お願いします。じゃあ、スタートまで。はい。まあ、街歩くときに、やっぱり絡まれることってあるんですよ。胸ぐらつかまれたりとか。で、そういうときに使える技、無回拳っていうのを作ったんです。無回拳。無回拳。じゃあ、一回立っていただいていいですか。はい。大輪化っていう技。大輪化、まあ、先にじゃあ説明すると大輪化というのはこうまず手を広げてこう回って3人がドゥドドドーンって投げてる。3人がこれ風圧でってこと？風圧じゃなくこれが当たって回転扉みたいな。でこうちょっとゆっくりやるね。ゆっくりやるとこうドゥドドドドーンなるんで、まあ、でも今すごいでしょこれ。まあまあまあすごいです。で絡まれてきた時にこう、ドドドドドドド、普通に来てるんですよ。じゃあ、これ街歩いてて、こう歩いてて、おい、やっこ、やっこ。まあこれ1対1で使える技です。一対一勝がいいですね。じゃあ誰かこう、あ、じゃあ対戦いいっすか。まず、おい絡んでる。そういう時に、まず、あ、目隠しするんですよ。おで、こういうパニックるでしょ、うん、わ、見えない。その時に、ドン。おお防ぎようがないでしょ、目隠し。で見えない。防ぎようがない。見えないわけですから。人間はね、もう急に見えなくなったらもう怖いんですよ。恐怖心を抱くんですよ。で、動けなくなるんですよ。体がパッて固まる。その時に腹っと。確かに。やっていいですか。これね、気をつけていけど、これ隙間ができたらダメで。あ、見えて、光が入ってしまうから。完全に閉じて、こう。これ。うん。なあ。なんだよ、おい。あ、すいません。教えが何も守られてない。ただの腹パンだから。すいません。もう一回いいですか。やんだよ、やんのか。いや、強い。これだけでもう成り立っちゃってるけど。これだけでもいい。これ、こういうもん。成り立っちゃっててもいいんじゃないですか。ダメなんですよ。成り立っちゃってても。やっこは違うか。やっこは、気になってたんですけど、この時点でやれちゃってた方が良くないです。じゃあ、やっこ、それはやっこじゃないです。続きまして、自走術。時間の字、操る術。時間を操ります。知りたい。時間を操る。武術。まあ、これも1対1で使える技なんですけど、いい、ゆっくり行くそこ。え、まず。で、なんだってなるでしょ。で、いきなりパッ、早める。時を操る。だから、まあ、こう行くでしょ。で、え、何ってなるでしょ。はい、時間遅くなったみたいな。なんか遅くなった。で、けどパン。ああ、なるほど。びっくりした相手はね。あ、時間急に早く。え、こいつ時を操る自走術。こいつ自走術の使い手。相手が名付けるんですか。あ、そう。相手が名付ける。相手が自走術の使い手って言う。大勢にだ。ええ。はい。お願いします。はい。やんのかよ。やんのやってやるよ。来いよお前。アナ。顔とかもゆっくりした方がいいですよ。あ、そっち側の。だからセリフも、なんだお前ですって。なんだお前やんのかよ。なんだ、あれさ、どうお前やおい。ふざけんなお前っていう。すごいでしょ、これ。自走術すごいです。で、言って。自走、こいつ自走術の使い方。そう、それで自走術。これセリフ。危ない技。危ない技。白虎爆雷鳴小人。百個爆雷鳴小人。まず説明します。相手がいるとします、はい、ね、これ本気でできないんですけど、はい、今はね、これ実戦でしか使えないんですけど、まず相手の耳のところにパッと入ります。で、ダッ、あっ、なんでしょう、あっ、その時にパッ、あっ、じゃあダメなんですよ。あっっていうのは響かない。あー、なるほど。ダッ、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 本気で出さないんでやってみましょう。これ、なんだお前、やってあっ
すごい技です。笑っちゃってるじゃないですか。いやいや、これはすごい、これはすごい。黒柱術。絡まれた時に、例えば僕絡んできてもいいじゃん。なんだやんのかで、この時に時間をちょっと稼ぎながら白装をこう歯の奥から白装をかき集めるんですよ。プラークとか歯垢とか。なんだお前、なんで。それをかんのお前、何ベロで伸ばしてクッて吐くで、それで ひるんだ時にガン。うわ、だから急に始まるとこれは対応できないですけど、その絡まれてる時にこう歯の奥で常に何か肉かなんか挟まっとるぐらいでちょうどいいんですよ。歯磨きする時にちょっとこう奥の2本ぐらいある。しない。しない。絡まれてる。おいおい、だよおい、だよ、それお前何してんだよ、それ何してんだよお前。わっ、あっ、これ頼む、お前していいっすか。黒柱術、黒柱バトルでもいいっすよ。流星ソーラー、流星ソーラー、これはまあね、大人数に絡まれた時、もう5人とか6人、7人、もう囲まれた時、すごい人数、もうバーッとおる時に5方向に攻撃をかます。こうこうこう、4人見えます。4人見えます。で、それやられた人が、やられた人がバーンってなって星がこう出てくるので流星ソーランっていう名前。流星ソーラン、星、漫画みたいにこう星が。じゃあ絡んできてもらっていいですか。3人でも囲んでもらっていいですよ。いいぞ、もうこの、このおい、なんや、なんや、やるぞ。なんだお前、どうするんだ。流星ソーラン、わあ。だから星もっと出し、星出し、星、違う、もっと出し、もっと出し、足りない、足りない、足りない。もうちょい出した方がいい。もうちょい出した、こっちはダメ。知らぬいってます。知らぬい、知らぬい、うん、ライターの炎って催眠術の効果がある。絡まれた時に、知らなかった、あなたはふにゃふにゃになる、ふにゃふにゃになる、ふにゃふにゃになる、ふにゃふにゃ、おらー。これが知らぬい。知らぬいって技なんですけど、すごいでしょ。すごい、すごいでしょ。すげえ、すごいよ。あ、おい、なんや、なんや、なんや、おい、なんや。犬になる、犬になる、犬になる。わっ、わっ、あら、わっ、なんや、なんだよ。アザラシになる、アザラシになる、アザラシになる。おら、アザラシが、アザラシができてなさすぎて。全然アザラシが何だか分かってない。やってもらっていいよ、誰かやりたい人いる。これ全然やってもらって受け入れるかな、うん、お前なんイルカになる。キーキー、俺、あできてましたもん。うん、ちょっと弱かった。もっとこう、イルカになるみたいな感じの、ね、今俺半分しかかかってない。半分はかかってたけど、半分はそのもうサービスで。サービス、サービス、ちゃんとなるの。サービス精神。今半分サービスでした。半分サービスだよ。サービスあんだよ。なあ、おい。なあ、おい、うん、ヨットになれ。ゆーらゆーらゆーふらゆー、あっ。どうでした、どうでした。
なんかヨットになれっていう言い方がちょっとあれよね。まあ 30% かかって 70% サービス。サービス。70% サービス。言っていいんですよ。サービス。サービスしなくていいですね。じゃあ。うん。あ？なんやこれ。ハムスターになれ。おっとこう。100% そうっすよね。じゃあ最後に普通に襲ってきていいですか？俺全コンボ。マジですか？ケーキはどうやってかかケーキは100%サービスです。